美味しい。タコの旨味がちゃんとトマトソースの中に溶け込んでおります。そしてやっぱパクチーがいいですね。いい仕事してんのよ、パクチー。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。リゾットウィーク3発目は3日目ですね。はい、はい、今日は、タコのリゾットをご用意しています。おー、初めて。タコとトマト使いますね。トマトリゾット。あ、そうチーズとかいらないんだ。そう、シーフードなのでチーズ、バターはなしで、タコの旨味と、今日はちょっとポイントがあってパクチーを一緒にね、入れて食べたいと思います。まあもちろん入れても美味しいんだけどね。入れても美味しいんだけど、なくてもタコのお出汁がいっぱい出るんで美味しいと。チーズなしで全然美味しいです。今日は石川県のタコをご用意しております。石川県ボイルタコですね、はい、うん、そして新潟の魚沼リゾット米です。お、これはね、菊池さんが夏休みでこの間新潟に帰郷した時に、うん、ずいぶん遅い夏休みですね。そうね、もう冬だよ、うん、でも夏休みなんですよ。夏休みに帰ってたのこれね。嬉しい嬉しい。魚沼リゾット米、そう、ちょっと茶券前から浮気させていただいて、ちょっとね、一回リゾット米とはどういうもんか、いや、試してみたいね。そういうのまだないので、ね、イタリアのカルナローリはね、あるけど、うん、国産のはなかなかね、手に入らないですからね、うん、どんな風になるのか楽しみです。はい、はい、で、その他はですね、玉ねぎ、ローリエ、ニンニク、ブイヨン、ホールトマト、パクチー、塩、コショウ、オリーブオイル、白ワインです。はい、お願いします。はい、行きましょう。ではまたいつものようにね、玉ねぎとニンニクをみじん切りにしていきたいと思います、うん、はい、4分の1使いますよ、うん、もうね、ここまで1日目2日目とね、ご覧いただいてる方はもういつもの手順です。玉ねぎはブンブンチョッパーでみじん切り。だからリゾット用にブンブンチョッパーを買ってもいいですね、もうねね、もうなんなら週1リゾットの日みたいな決めてもいいよね具材ね、楽しいよね。いや、いろんなバリエーションあるもんね、多分ね。ね、ほんとほんと。で、そしてニンニクですね、ニンニクね。そして、今日はね、うん、パクチー使いますよ。今日のね、リゾットはポルトガルです。どっちかというとポルトガル風、あのイタリアというよりはポルトガルで、うん、私リスボンで同じようなリゾット食べましたし、うん、ポルトガルだとリゾットと言わずアローシェって言うんだけど、アローシェ、アローシェ、結構ね、スープ多めです。ちょっとこうスープリゾットみたいな感じ、うん、だからブイヨン多めの、リゾットにしたいと思ってます。なるほど、はい、で、このパクチーがね、すごくいい味出すんで、うん、これをこう茎もね、一緒に炒めて味を出して最後、葉っぱは入れたいと思いますけどね、はい、じゃあ茎もみじん切りにするんで一緒にこのブンブンチョッパー入れちゃいます。なるほど、はい、パクチーが嫌いな方はどうすればいいですか。は、入れなくて大丈夫です。なるほど、なくても美味しい。だからイタリアンパセリで代用いただいてもいいかな。はい、いいでしょう。じゃあこれをね、回しましょう。はい、はい、じゃあタコ切ります。タコはルームチョッパーかけない。あ、これはもうちっちゃくしなくて大丈夫ですね。割と大きめのぶつ切りで大丈夫です。おー、いいですね。ね、やったぜ、タンパク質だOK です、準備完了。じゃあまだいつものようにね、はい、オリーブオイル引いて玉ねぎから炒めていきます。リゾットウィーク、もう来週もリゾットウィークでもいいぐらいね。いや、来週はタンパク質がいいですタンパク質がいいです。さあ参ります。はい、とニンニクと、これはパクチーね、茎の部分ですね、炒めて香味野菜としてね、味出していきますよ。イタリアはさ、あんまりね、うん、そのこのコリアンダー、パクチーってそんなに出くわしたことないんだけど、ポルトガル行ったらさ、すっげー出てくるのよ、コリアンダー。そう、パクチー、まあでもだいぶイタリアとポルトガル離れてるから。まあ離れてるよね、離れてるけど、まあ同じお米のさ、まあ、リゾットみたいなお料理が あって、うん、あ、こんなに違うんだと思って。いやね、料理はもう本当そうだよね。ね、今朝さ、腸が9割とかっていうのがまた腸の話の本をちょっと、うん、読んだんだけどさ、うん、やっぱり善玉菌が大事だと。善玉菌が大事なんだけど、結果発酵食品とかヨーグルト食べた善玉菌って大腸に届く前にほぼ死んじゃうんだって。あ、そう。そう。そう思わずに食べてるけど。だからあんまりそんなに腸活にはそんなに効き目が良くないと。あ、そう。どうすんだって話になった時、水溶性の食物繊維、うん、確か水溶性の食物繊維のものを食べると善玉菌の餌になって善玉菌が増えるみたいな話なのね。大麦が一番含まれてるのよ。へえ。大手だよね、うん、海藻とか、あと納豆もなんか主に野菜じゃないんだね。そう、主に野菜じゃないのよ、ね、でも食物繊維っていうか野菜かと思ったけど、西洋かぼちゃはね、まあでも 0.9 とか多いのはやっぱり大麦オートミールとか。へえ、抜群に多い。さあ、いいですかね。玉ねぎ、はいはい、パクチーの茎、そしてニンニクがしんなりしてきました、うん、タコいきます。はい、はい、
で何ってなった時にさ、そうなって腸内細菌がこう活発化すると蠕動運動っていうあの腸のさ動く要は送り出すあれが活発するからいわゆるお通じとかも良くなってことらしいの、でさらにセロトニンって幸せになるね。あれ 腸で生成されるんだって。あ、そう。そうだから蠕動運動が起きて、ちゃんと腸がしっかり動いてってようやくセロトニンが出るから、だから腸内環境ってやっぱ幸せホルモンにも影響するから、だから免疫力の 70% は腸で朝オートに変えるっていうのも大事だね。オートミールとかね。そうそうなの。さあいいですか、はい、タコからねお出汁が出てきてます、ここにお米が入ります、はいね、でお米もさっとね炒めてあげてください。炒めてください。ちょっと透き通るぐらいねこのタコのお出汁を最初に吸わせてあげます。さあいいですか、お米もね、はい、ちょっとこう透き通ってまいりました。白ワイン入ります、アルコール飛ばしですね。白ワインを米に吸わせます。さあここからまたブイヨン入りますよ。そして、今日はトマトリゾットですね。なのでホールトマトの2分の1缶入ります。やっぱスープ多めだ。水分多めでいいんですもん、今日のね。あのもちろんお好みで全部水分飛ばしていつものみたいなリゾットでもいいんですけど、今日はせっかくだからポルトガル風のリゾットを食べていただきたいです。なるほど、はい、いいですね。アローシェ、はい、OK です。じゃあここからまたね15分です、リゾットを炊きながら水分足りなかったら分を足していくと、はい、はい、であんまり触らないことね、はい、じゃあ15分待ちましょう。待ちましょう、はい、15分経ちました。おー、美味しそう、ね、ここはスープ多めね、多めで来てます。もうブイヨン足してのはい、たっぷりでこのぐらいでもいいし、もうちょっとスープあってもいいかなっていう。なるほど、はい、ね、なのでブイヨンある方はもうそのまままだ入れちゃってもいいと思います。はい、せっかくカロナローリ米使ったのにちょっとあの普通のリゾットじゃなかったねそうねまあまあでも全然多分、あ、そうか、ちょっと食べてみますよ。食べてみて。多分粒が大きいよね、でもやっぱ日本の米のコシヒカリとちょっと違うね。あ、そう、うん、楽しみ。より粒が大きいから、そのアルデンテが感じやすいかもしれない。美味しいです。もう十分だね。これで火止めて、もう最後仕上げだね。大丈夫です。はい、お塩でね味付けします、はい、さあね、お塩をつまみでいいでしょう。そしてパクチーが入ります、はいね、ここでちょっと半分ほど入れますね。あとは飾り用でちぎるパターン、過ぎるパターンでね、いいと思います。美味しそう。なかなかこうイタリアンじゃないよね、これはね、あんまり見ない。だってポルトガル料理だって。そうなんです。イタリアンでは見ない光景です。そりゃそうだね、ポルトガル料理だって言ってんだからさ。はい、はい、完成ですね。じゃあこれお皿に盛って食べましょう。はい、はい、ちょっと深めの皿でもいいか。そうね、なんかスープ皿でもいいね。白のスープ皿、へこんだやつあったよね、白の。これどう、これでいいんじゃない。あ、いいじゃない。いいじゃん、これです、ね、はい、素敵素敵。じゃあ盛り付けます。うん、美味しそう。急に赤になったらちょっと映えるね。うんね、赤と緑とね、いいね。さあいいでしょう、はい、でもね、これはね、はい、分からん、タコとトマトとパクチーでちょっとなんか口の中はね、ちょっと仕上がってる感じ。もう出来上がってます。うん、で、このパクチーが絶対いい仕事するもんな。うん、完成ですね。はい、はい、出来上がりです。はい、はい、ではいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。つゆだくですね。うん、おいしい。タコの旨味がちゃんとトマトソースの中に溶け込んでおります。やっぱシーフードのリゾットうまいね。うまい、これはこれでうまいよね。うまい。そしてやっぱパクチーがいいですね。いいアクセントになってます。そう、いい仕事してんのよ、パクチー。そして、カロナラオリ米うまいね。うまいよね。うまい、うん、リゾット用っていうのよくわかる。わかるね、やっぱ粒が大きくてね、うん、あ、いいですね。ちょっとやっぱり 白ですよね。ちょっと重ためのね。うん、おいしい。タコのうまみにも負けてないね。うん、おいしい。あ、幸せだな。あ、今日一幸せだった。セロトニン出てますか。出ましたね。ね、出てますね。私も、もうこのまま帰って寝たいもんね。寝たい、うんうん、ね、仕事だ。すぐ仕事だあの今飲んだエロスシリーズね、引き続き販売しております、はい、ね、白、シャルドネもすっごい美味しいです、はい、よければね、概要欄からご覧くださいね、はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。